どうも、エルザです。それではレメナントやっていきたいと思います。さあ、前回に続きですね。ボス戦からなんだけど、一応強化できるものは強化してきたんで、前回よりかはちょっとマシかな。さあ、スピンドル。お？え、なんだここ。うーわー、でけーの出てきたー。あ、よし。しかも若干壊れていってるね、盾がね。炎上しとります。え？あ、そういうやつね。すまぬが燃えてもらおう。くぅ、雑魚敵がめんどいな。落ちたもうちょいだね。
よっしゃー来たー、はぁ、信じられない、生きてる、私まだ生きてるわ、やっと倒したーハウリングキー、なんかキー手に入れたね。今回いろんなところでキーを手に入れるね。あー、もう黙るね。まあ、なんだかんだ。サブマシンガンが、というか、組み合わせが良かったね。ちゃんと変えたのが。疲れた。で、手に入ったのが、リカバリー。回復か、スタミナの。まあ、クイックハンドなんだけどね。いや、弾が切れたのきつかったな。ほう。黒き太陽の門開く。じゃあ、二つ手に入れたってことか。いやー。あー、こっち側になるのね。はいはいはい。あ、通れなかったところか。オトバグ、オトバグ。オトバグひどいんだよね、結構ね。いやー、旅人よ。わしは盲目じゃが、客が来たときはわかるんじゃ。よくも取引、君の。さて、ああ、はいはい。こんなの売ってたんだね。君の帰りを待っておるぞ。さあ、チェックポイント。まあ、チェックポイントもそうなんだけど、あと一箇所ねあるのよね。ロームのモノリスの近くに行ける場所があって、ちょっとそっちも今回行ってみようかな、せっかくなんでね。まあ、でもここの王を倒したからそれなりにはっていう気がするけど、あ、その前にあれだね。そうだ、先に武器を解放しましょうか。あ、でもどっちみちめっキーっていうか、あれがないからな。スクラップないんだよね。いや、いいか。このまま行こうか。
こっちこっち、まっすぐ行ったここね。あー、また落ちた。落ちるつもりは全然なかったんだけどな。これお金は地道に貯めるしかないんだろうね。ここのまっすぐね。まあね、雑魚敵もかなり強かったからもしかしてと思ってたけど、やっぱ強いところだったね。よし、じゃあ入ってみよう。こっちも室内だね。そうか、しかも作りほぼ似たようなもんだし。太陽のコンコース、まあ、ある意味ボスのところまで一気に駆け抜けるのもありだろうけど、絶対途中やられるな。さあ、どんなボスかな。失われたガントリー。え、ん、どういうこと。めちゃくちゃ広いね。音楽はめちゃくちゃ鳴ってるけど、あー、防衛的な。ですな。系か。耐えなさい系か。ちょっと待って、思った以上入れてくるね。やばいやばいやばい、あれはやばい。
シュ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 。あと9。あと3。あと1。いや、どこだ？なんかすげえ嫌な音がするぞ。あと1。1はどこ？ 1。 いや、終わりか。はあ、こういうのもあるんだね。最初のミッションみたいな感じか。よし、降りて奥行きますか。おお、なんかあるね。ビームライフル。おお、かっこいい。ロングガンで30ダメージ、マガジン50。はあはあ、こりゃええ。しかも放射線っぽいね。マジか。これでもどうやって帰るんだろう。これいいね。知らずに手に入れた方がいい。なかなかのものを手に入れた気はするな。いやー、だよね。出口はエグジットって書いてないからな。あ、あったあった。あれ、チェックポイントか。なんか多分そのまま帰る感じかな。うん、そんな感じだね。じゃあこの武器でボス戦ってみたかったな。まあでもダンジョンランダム生成らしいんで、そうとは限らないんだけどね。この武器が手に入ったとは。まあでもなかなか良さげなの手に入れたね。よし、じゃあ今回はここまでとしましょう。まあ次回はちょっと武器強化とかそのあたりから始めてみようかなと思いますね。楽しみにしておいてください。それではここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。